こんにちは、柴田です。今回はこちらバーニーのレスポールカスタム RLC55 のピックアップを交換したので、交換前と交換後の音を比較したいと思います。この RLC55 はですね、型番に数字が入っている通りですね、定価は5万5千円になっておりまして、今中古だとね、3万円ぐらいで買えるんじゃないかなと思います。非常にね、リーズナブルなレスポールカスタムなんですけれども、私個人的にはですね、非常に気に入っていて、結構ね、安い割には作りがいいんです。で、しっかり鳴ってくれるので、使用頻度はね、割と高いです。なので今回パワーアップさせたいなというところでリアのピックアップを交換しました。何に交換したかというと、セイモアダンカンの SH1、 いわゆるパフもしくは号泣と呼ばれているピックアップになります。ギブソンのヴィンテージレスポールに乗っていたパフを再現したピックアップになっております。もともとこのギターの音が気に入ってなかったわけじゃなくて、まあまあ好きだったんですけれども、さらにですね、膜を破った感の音抜けとしっかりとした芯ができるっていうところで、さすがダンカンのピックアップ、号泣すごいなという風な感じです。ではでは早速音をお聞きいただきたいなと思います。